ということで、どうも久しぶりです。みんな元気かな？ただいまいや、なんか長かったようで短かったようで長かったのかな。やっぱみんな的にはどうだったんだろうか。え、ちょっと何食べたい？みんな今日私のおごり、みんなが食べたいもの焼いてあげる。タン、タ、あ、タン多いな。でもタンすぐ焼けるからね、みんなこれは。はい、タン、タンいっぱい食べなー、いっぱい食べなー。ごめんなさい。でもさ、牛肉だったらさ、食べれるよね、多分ね、みんなね。いや、焼けてるか焼けてないかわかる。これもう早いの。今、え、めっちゃいい感じじゃない？めっちゃいい感じ。これみんなに今度、ちゃんとパーフェクトな肉を食わせられる。ほら、見て。ほら、見て。ほら、見て。パーフェクト。パーフェクト。あ、サンちゃんは別に食べてるね。サンちゃん別に食べてんのや、これ食べて。てんてててててんててててててん。ねえ、全、あ、なんでこれだけ、な、あ、真ん中は火力が強いってこと？めっちゃまずそうなんだけど。え、これ焼けてんのか？これめっちゃまずそうだけど。絶対これ、失敗だろ。え？俺らがそれ食うの？え、でもこれ今多分ベストな焼き加減だよ。あ、これ、ほら。ほら、パーフェクトだもん。ごめん、みんな。一個焦げちゃった。でもさ、これだとさ、早いんだよ。もうどう見たってさ、これめっちゃうまそうじゃん。めっちゃ美味しそうだよ。食べちゃダメなの？なんかさ、ふぶちゃんにお土産を買った。なんかまさかさ、ふぶちゃんにこんなにお土産買うと思ってなかったぐらい。なんかふぶちゃんにだけすげえお土産買ったのよ。あー！え、ダメなの？え、さっき、え、なんでな、これ食べれ、な、え、でも早いよね、これね。え、なんでさっきもっと黒くしてたじゃん。なんでダメな。みんなはさ、どうだったの？私のさ、いない間にさ、どうしてたの？浮気してました？どうしたらいい？この焼肉を全部君の顔にかけた方がいい？この熱々の、あー、このやつ、熱々の焦げ焦げになったやつを君の顔に乗せたらいい？また明日も元気に会いましょう、みんな。ただいまだよ。いい子で待っててくれてありがとう。浮気してないよね。浮気してないよね。そうだよね。あ、よかったよかった。なんかちょっと心配じゃ、余計な心配だったね。ごめんね。ということで、今日はこれで終わろうと思います。おつねいでした。エンディング。エッチスケッチ3センチ変態バカ。なんかさ、うちのお母さんがドナルドの声真似にめっちゃハマったんだよな。私がさ、帰ってきた時にさ、ドナルドの真似をしたんだけど、クソ似てねえモノ真似をしたんだけど、なんかそれがすごいうちのお母さんに刺さったらしくて、ドナルド可愛いなってなったって言ったの。こんな感じだ、やたらげろ。全然似てないのに、なんかすごい可愛いって言ってた。